今向かってるのは秋田県の能代港です。今日は能代港から出て通称テリバと言われるエリアでジギングでの青物、まあワラサ、ブリを狙いたいと思います。まあ、季節は冬なんですけども、今この時期のブリは脂ノリノリで非常に美味しいし、食べても美味しいし、釣っても引き味はすごい、まあ楽しい魚です。それを狙って今日は頑張りたいと思います。では行ってみます。1時間半でポイントつきました。これからまあやるんですけど、自分はまだジギング初心者なんで、まあ、参考にならないんですけど、まあ、今日はベテランの方になってますので、そちらの方を参考にして、やってみたいと思います。じゃあ早速やります。渋谷さん、今日一番釣ってますけど、ちょっとロックアクション教えてください。まずホールさせて、着底、すかさずスローなジャンプです。スローなジャンプ。そんな感じ。これだけです。何も難しいことはないです。当たりは5投目ですか。さっきのはそこから30メートル。その前のは着底スロー。そのスローのアクションでボンと当たると。うん、なるほど。大きいやつはミスバイトがあって。次に振ってくるのが今年は多いです。ちっちゃいのは一発で来ます。あ、分かりました。
わけで能代沖のジギングやってきました。結果は、まあ、ブリクラス船中1本と寂しい結果に終わったんですけども、ワラサクラスはコンスタントに釣れて、まあ、それなりに楽しめたんじゃないかなと思います。まあ大物の引きは強烈ですごい楽しいんで、皆さんも機会があればぜひチャレンジしてみてください。